20年ぶりとなる新紙幣の発行がいよいよ来週に迫っています。この新紙幣に対応するため自動販売機や券売機の更新作業が急ピッチで進められています。東北地方を中心に自動販売機の設置運営をしている宮城野区のサンベンディング東北です。新紙幣発行を直前に控え対応する専用の部品に取り替える作業が急ピッチで進められています。こちらの会社ではおよそ3万3000台の自動販売機を管理していますが交換作業を終えたのはおよそ4割です。来週にも社内で講習会を開きより多くの従業員が作業できるよう体制を強化することで年内には作業を終えたいとしています。投資ではなくてもう完全に費用という形になりますので、正直企業としては、痛く、支出が厳しいです。企業としてはそういう役割を担っておりますので、しっかりと、対応に向けて進めていきたいと考えております。新紙幣への対応は飲食店でも進められています。自家製の生そばとこだわりの出汁が人気のこちらのそば店ですが、お客さんが注文の際に使うのがこちらの券売機です。仙台市内を中心に県内8店舗を構えるそばの神田です。客の注文に使われているこの券売機も更新が必要になりました。今日確保していた専用の部品の交換作業が行われ、新紙幣の発行には間に合わせることができました。まだ対応していない店舗でも今後作業を進めることにしています。紙幣が用意できてないお客様は両替で対応しなくてはいけない。だけどもその両替してくださるのはお客様なので、そういった負担を少しでも減らしたいということはありました。この券売機を販売しているのが泉区のパルサーです。全国からの依頼で作業に追われ人手が不足しているため、部品を郵送してそれぞれの店で交換してもらう対応を依頼しています。6月から、急にお問い合わせが急増して、今はもう現場もてんてこまいにしながら日々動いているという最中ですね。更新の依頼は今もひっきりなしに寄せられていて、この状況はまだしばらく続くと見られています。大体うちの、全体数どれぐらいパーセンテージが終わってるかって、本当にまだ 1,2 割ぐらいしか対応できてなくてですね、多分年内とかなんなら年度内までこの忙しさが続くんじゃないかなというのはちょっと予想しています。